44ニュースですヨーロッパ各地で新型コロナ感染が再燃し規制強化を進める各政府に対して抗議デモが行われた話題をお届けします。2021年11月20日、欧州の各地で新型コロナウイルスの感染、再拡大対策の一環として規制強化を行う政府に対し抗議運動が行われました。オランダののハーグでは20日の夜 部分的ロックダウンに反対する人たちと警官隊が衝突しました。オーストリアでも2021年11月19日、全国を対象とした部分的なロックダウンの実施を発表しました。また、現在、欧州各国ではワクチン未接種者を対象にレストランやバーの利用禁止といった規制を行っています。約4000人が抗議デモに参加しました。 クロアチアの首都ザグレブでは2021年11月20日に数千人規模の規制協会の抗議デモを行っています。オランダ各地で行われたデモにも数千人が参加、デンマークの首都コペンハーゲンでは約1000人が公務員を対象としたワクチンパスポート再導入計画に対し抗議しました。ウィーンで行われたデモの参加者はコロナ独裁や社会の分断、 などと書かれたプラカードを掲げ、規制緩和を訴えていました。その抗議運動の中には、ナチス・ドイツがユダヤ人に着用させた、ラビデの星を思わせる黄色い星に、ワクチン未接種と書かれたワッペンをつけた人もいた模様です。オーストリアのカール・ネハンマー内相は、これに対し、ナチス独裁政権により犠牲となった数百万人とその家族を侮辱していると非難しています。 さて、世界の新型コロナの感染は微増傾向にあります。転ばぬ先の杖が良いのかどうか、これからの感染状況に注目です。せめて、自分でできる予防対策、マスク、洗顔、手洗い、こまめなアルコール消毒に、対人との距離を空けるフィジカルディスタンスを普段から心がけたいものです。タケシン44ニュースでした